はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日もやってきました、ベビーフェイスプラネットの東区役所前店に来てます。イエーイ、拍手イエーイ。今日は、打ち上げで来たんだけど、いっぱい食べるっていうことなんでここにやってきました。ということで始めていきたいと思います。それでは今日もいっぱい食べていこう。食べたび TV チャンネル。今日はですね、なんと13人もいるんですよ。みんなどれだけ食べるか楽しみですね。特に頼みそうなこの2人を目の前に置いてみました。本気出していこう。さあ、それでは行ってみよう。おい、乾杯。乾杯。イエーイ。はい、これもおかわりよ。準備万端。イエーイ。今日来ておりますこちらのメニューはですね、いきましょう。セレブがピラフとオムライスは 250g、 それがスモーレスラーだと 1kg になります。 1000g。 パスタは1人前が 290g、 そしてスモーレスラーが 870g です。誰が食うのかと思いきや、こいつらが食います。イエーイ、すごいですね。以上、量の説明終わり。さあ、こういうね、カーテンがかかっているところをつなげると、こういう風にテーブル何個かつながって人数入れますよ。皆さんいいですね。はい、お水はセルフです。こうなっています。店内もこれ素敵でしょ。雰囲気がいいからね、みんな来てください。ちなみにこれがドリンクバー。おー、最新だ、最新。いろいろあります。さあ、まずはやってきました。はい、これがジャイが頼みました、なんだっけ。ホエイ豚のうま塩ピラフ。すごい量だね。いいね、盛り上がる。いきまーす。このサラダだってすごい量だからね。レギュラーサイズね。レギュラーサイズね、あれです。レギュラーサイズ食べていこう。おっと、もりもり食い始めました。いいね。ジャイが頼んだやつはスモーレスラーなんで、だいたい3号弱。そしてこれは、これ何人サイズ。セレブ。さあ、来ました。これがスモーレスラーパフェです。挑戦するのは横所です。いろんなフルーツが乗っていて美味しそうです。いい、お、食べました。どう。美味しい。いいね。さあ、今日は普通の人もいるので普通のサイズが来ています。まず、あのポテトは何サイズ。あ、サイズないのか。サイズないです。普通であんなに来るよ。山盛りって言ってた。あ、山盛りね。あ、ちなみにこちらカレンが食っているこれは、何サイズ、はい、これセレブサイズ。一番ちっちゃいのでこれだからね。結構な量だよな。おい、イエーイ。さ、カレンが何これ。半熟卵、味変をしてみます。オンザパスタ。おお、いいね、崩していこう。いや。おさあ、フォーナー、これ S? はい、S サイズです。ロコモコピラフ。ロコモコピラフです。そしてボスはシンガポールスリング。そう、酒何名前わかんねえ。あ、チキンピラフです。じゃあ乾杯。イエーイ。はい、イエーイ。イエーイ。イエーイ。これうまそうね。これいきますよ。やっぱりこう、卵割ってきました。ご飯いきまーす。ハンバーグ。さあ、それでは山田ボスオです。食べまーす。はい、これは何ですか。シンガポールチキンライス。シンガポールチキンライスのスモーレスラーサイズです。さあ、これはサイズ比べです。こっちが S サイズ、こっちがスモーレスラーです。さあ、それではボスのが完成しました。ビールからのパスタからのピラフ。オーナーはピラフからのパスタからのビール。イエーイ。
スモーレスラーパフェに挑戦する横所選手の中間発表。シリアルがきついです。シリアルがきつい。アイス何個で入ってましたか？8個。アイス全部で8個。そこを到達して次に下シリアルゾーンに突入しております。ちなみにお腹の具合は？まだ入ります。寒いです。頑張っていきましょう。はい、はい、食ってこう。熱いかな。うん、うん、うま、きました、うま、きました、うま、うま、きました。あれ、俺のやつと全く同じサイズ。やっぱ俺の前にあるのとさ、コミカルの前にあるのだってさ、大きさが違うよね。なんかすごいでかく見えるよね、うん、やだ俺。なんか普通のサイズに見えるもん。っていうか、あのパフェも減らないし、こっちから見たら西山も1ミリも減ってねえし。あ、反対見たら減ってる。すごいね。あ、反対見たらすね。いや、みんな反対いいんだ。反対。うわ、来た。ということで、ここみんなで分け合って食べるためにこの大きいメニューがあるんでいいんですけど、うちの人たちなんか知らないけど大きいものばっかり頼んでる。頑張れみんな。おう、スモーレスラーパフェがとうとうシリアルゾーンもあと少し。お、食べ終わる。ガチでしょ。お、さすがチーム500キロです。おい、さあ、うま塩チャーハンの S サイズです。さあ、来ました、コージー。ハーフ&ハーフのスモーレスラー。お、どう、うまい。さあ、着々と。よかった、食おうかな。最後のこれは何で、カレードリア。カレードリア。じゃあ早速行ってみましょう。暑いから絶対気をつけた方がいいよ。あともうすぐ1週間。おいしい。仕上がってきました。あと仕上がってるから映しちゃって。あれまだ来てないの？まだ来ない。スモーレスラーのカフェもうないの？え、これで終わり？最後の一口です。お、カズくん、おめでとう。スモーレスラーのピラフ食ってる？もうあと3分の1ぐらいかな。はい、早い。で、スモーレスラーの声見た。もう半分ぐらい行きましたですよ。早い。あれ、スモーレスラーのこれはラシゴレン。あ、もうあとあれだね、3分の1ぐらいだね。でもちょっと待って、皿の大きさ違うよね。これ皿の大きさいて。ありがとうございます。完食、まだ来てない。あ、そうだ。さあ、こちらスモーレスラーのオムライス、まだ半分はいってないかな。いや、もうすげえ早い。あれ、君の師匠のお言葉なんだったっけ？大食いは止まったら負け。食べ始めたからびっくりしたことってないよ。はい、最後のメニュー。さあ、バターチキンカレーオムライス。おお、バターチキンカレーオムライス。これ、スモーレスラー。これ、セレブ。あ、セレブですね。じゃあ、頑張っていきましょう。そう、ついにピラフの方も。スモーレスラーだったらなんかさ、すげえと思ったけど、S2 つってさ、同じ量だけど、全然余裕。なんで？うまっ。はい、完食。さあ、続いて横のホーダーもなんか最後の局面を、最終局面を迎えて。はい、完食。じゃん。止まってますか？
止まってない。ガイアがうるさい。あ、OK です。もうあれでしょ。全部食べ終わってその顔なんでしょ。でも食べそうかな。あれ、まだ半分だ。お前試合終了になってんじゃないか。さあ、コージー相撲レスラーに挑戦中なんだけど、結構だよね。てか弱ってんの？そんなことないよ。お前はいける。お前ならいけるよ。なんであの追加注文しようとしてるやつがいるんだ。すごいですね。さあ、山田ボスをパフェも行こうと思います。イエーイ。おーい、抹茶です。あの最後のさあ残りわずか。胃の下に落とすために動きながら食べてます。おん、お、あ、辛いやつ完食ですか。完食でーす。スモーレスラーを食べるとこういう特性を、あ、勝手に注文したんですね。食べてみて。ちゅうかさ、もう食えないって言ってる。スモーレスラーの後にこれを頼んでるのは変態です。俺は、はい、ここにレギュラーを頼んでる人がいます。あっちもいます。変態です。スモーレスラーの後に何を食べてるの。サルベリーマウンテン、いいね。そして止まってます。食べ食べ終わったので、もらったポテト食べます。うちの人たちやっぱ食うよね。なのに、あれ、どうしたおい。安西先生食べません。諦めたら試合終了だからな。もうやられる。食べます。さあ、スモーレスラー、はい、食べ終わっちゃいました。完食でーす。じゃあカレーも食います。ミサも食べ終わります。なんで食べてないの。はい、ごちそうさまでーす。パフェ、はい。さあ、それでは最後。お、もうスモーレスラーすごい、一人でこんな食ったんでしょ。オムライス、どれにもあげません。いや、お前すごいよ。絶対もね、ちょっと次は何食うのかな。パフェ行きましょうか。それで飲み込めなくなった、大変だ。おっ、ごちそうさまでした。素晴らしい。いや、丸亀行きますか。行けるよな。無理です。なんで振ったの。やめて、いろんな人巻き込んでるからやめて。さあ、それではみんなね、すげえ食いました。やっぱね、この店最高。まあ、ボスたちみたいに多く食べるのもありだし、まあまあ普通にうちの前におります JK たちはセレブサイズ。セレブサイズって言ったってね、1.6 杯分よ、ご飯。量にしてはね、250g。普通だね、いいね。そう、普通のもあるし、すごいのもあるってことです。ちなみに今、あっちから料金が回ってきましたけど、今日13人もいるのでもね、はい、13人で、31,548円です。おめでとうございます。食べたい人は食べればいい、飲みたい人は飲めばいい、そうじゃない人はそうでもない。いい店だね。皆さんもぜひとも、大人数で来るときも、一人で来るときも、たまにうちのジュンジュンは一人で来てスモーレスラー食ってるようなんで、みんなここに来てもりもり食べてもらいたいなというふうに思います。では今日は札幌市東区、東区役所の裏にありますベビフェ来てみました。ごちそうさまでした。また次の動画で太っていきましょう。ではさようなら。